はい、おはようございます。本日はね、2022年の1月18日火曜です。ただいま時刻ね、18時本日はね、私にとってね、とてもね、悲しい日です。もうね、何度もね、私動画投稿してお分かりと思って、時刻ね、18時43分です。本日はね、私の母のね、殺された日なんですよ。まあね、今の時間なんですけど、私ね、電話急変したと言ってね、電話が鳴りまして、私奈良盆地の寒い中を走りました。こんな今日の寒さね、こんなのは寒いうち入りません。神戸人バカです、弱いです。こんなね、寒さ寒いうちに入りませんからね。まあね、死亡診断書ですね。こいつがね、奈良県大和高田市ねなりがき151-1の中井記念病院のね、中井義行、こいつが私は殺したんですよ。前回もね、法律事務所ね、その件で、私は今日お酒飲んでおりません。ドイツ見ててもね、もう頭にきますからね。弁護士の話によりますとね、死亡原因、急性心不全ね、くくりつけておりますけどね、痰がね、要するに詰まりまして、呼吸ね、できなかった可能性が高いということね、どの方からもね、回答ありました。今ね、23号系統のバスね、バカの集団積み込んでおります。全員神戸人バカです。私神戸人ね、嫌いですから、神戸人近寄るな。私はね、奈良で鍛えておりますからね、こんな神戸の寒さなんかね、平気でございます。私ね、まさかね、まもなく55歳になりますけどね、55歳でね、天涯孤独になるとはね、予測いたしませんでした。ね、見えにくいですがね、18時30分にね、呼吸停止放置したままね、私調子いいから、調子、隣の患者さんがね、状態悪いから帰れって言われてね、私帰りましたけどね、これ17時30分に帰っておりません。18時10分ぐらいにね、帰りました。帰った直後にね、呼吸停止になりました。クソバカ野郎ですよ。大事な母親ね、殺されて、中井義行ね、バカ野郎ですよ。こいつムカつきますよ。あまり言いますとね、暴行等のね、ごちゃごちゃ言われるとね、私もね、困るんでね、バカはいくら言ってもいいですからね、バカとしか言いません。こいつ兵庫医大出身のね、医者です。親の七光です。中井記念病院はね、親のね、親父のね、後を継いだね、バカ息子です。そうね、私天涯孤独になりましてね、失念になりますけどね、まあすでにね、この時間呼吸停止してましたからね。まあそれね、その時思い出しますけどね、今日のね、この気候はね、私からすれば寒くありません。神戸人弱いです、バカです。私神戸転居するべきじゃありませんでした。大和駅からね、左ね、転居して神戸に参りましたけどね、右向けてね、
三重県をね超えるべきでございました。神戸市に近寄るな。神戸にね転居して大失敗でございます。あのね食わないとね命持ちませんからね。食いますけどね。全員バカですね。これ妙子さんにね飲ませたかったんですけどね、飲ませてはいけないということでね、飲むも飲んでね好きなもの飲んでね、なくなってね、それはね本望とよく言いますけどね、納得がいきません。私とね、急性心不全で一括りねしておりますからね、実際ね医者の言うには痰は詰まってないと言って、私に言いました。横暴な医者でね、こいつこの中井義行です、大和高田です、奈良県の親の七七がいてバカ息子のバカ医者です。また行きますよ。だからね私はね天涯孤独ですからね、神戸人近寄るな。なんです。お上がりいただきますよね。あとね、死亡確認を行ったの18時59分。まだ一応はね、書類上はまだ呼吸しっていうか、まあ生存しておりましたからね。今日はね、まだお酒飲んでおりませんしね、タバコも吸っておりません。タバコ吸ってもいいんですか。妙子さん返せ、中井義行、妙子さん返せ、このバカ医者が、バカ息子。こいつのねカルテの書き方はね横暴な書き方ですからね。本日のね18時59分からね1月20日のね15時30分までは、ね、最も悲しい時間ですよね。まあ私はね喪中はねどこの方でも亡くなった方ご家族1年喪中でいます。私はね一生喪中ですから、お分かりいただけます。こんなのはね寒いうち入りません。奈良の寒さはねこんなところじゃありませんよ。DC と申すのはね、まあ、要するに心臓マッサージですよね、電気ショックですよね。これ3回行って私の目の前で行ってもねこの通り心拍再現いたしませんでした。家に来院され、私のことですね、私私一人しかいませんからね、妙子さんから見ればね、バカ野郎です、この中井義行。今ね、バカの23億円とね、積み込みます。まさかね、今7年経過してね、神戸にいるということがね、信じられませんからね。周りの神戸人全員バカですから、近寄るな、神戸人。こんなことね、1年前はね申すところありませんでしたからね、本年はね、まあ、18日の時点で神戸滞在ですから、今の時点ではね
まあいろいろね、コロナの関係とあって、万が一ね、私感染、ね、場所が場所なんでね、控えるべき、他のところはね、旅行とはそれは私言うですけどね、まあ、控えるべきところはね、まあ、控えた方がいいと話ね、本年も昨年つって本年もね、まあ橿原市営西条ですけどね、来場を控えました。肺炎でもね、収まることは収まりますよ。それまででも何度かね、軽い肺炎に近い状態がありまして、何度も医者には言っておりますからね、その2週間前でもね、亡くなるね、その時でもね、前途の医者が、こちらに転院する、転院するの医者がそれなりのね、助けようがありましたから、助けようがね、 ある向こうじゃなかったんですよ。77歳まだ若いです、今で言えば。ね、私ね、一人ですからね、私がね、なんて言ったんですか、それでもね、取り仕切り人ですか、後のね、なんだかんだ申してもね、そう証明書ですよね。ちょっと本籍地の番地とね、あれはありませんけどね、名字とね、亡くなった日付ね、書いてありますね。こいつが殺したんですよ。奈良県大和高田市根成垣151-1、中井記念病院の院長のね、中井義行です。太子さん返せ。中井義行バカ野郎、バカ息子。どうぞと私はね、言いますか、私の大事な人なんですからね。だが今ね、バスが到着しております。名字も書いてあるんでね、これ名前はいいんですけどね、名字はね、私の名字分かってしまいますからね、本当ね。バスがね、到着しましたからね、15時発のバスです。18時59分ですよね。殺された時間にこれね、殺されたね、まあ実際ね、18時30分からね、呼吸停止しておりますからね。
だから要するにね、日曜日だったからね、あのサザエさんがね始まった、サザエさんとともにね私の母殺されましたからね、バカ野郎、中井義行、妙子さん返せバカ野郎。59分でございます。うまくね、ああとりあえずね、まあ合唱いたしましょうか。私はね亡くなったことは認めてません。59分です。じゃあ妙子さんに合唱でございます。たまに来ますよね。59分ね、19時になりましてね、まあ言えばね、サザエさんが終わるとともにね、妙子さん殺されました、中井義行バカ野郎、それと神戸人近寄るな、私はね神戸に転居して間違いでした、右向け右下でね、あの三重県をね青山峠越えるべきでございました、奈良か神戸のね転居の選択権がありましたからね、神戸に転居してね大失敗です。ではね、とりあえずね、まず第1弾は ここまででございます。